いつ出るかわからないのに準備してるっていう言葉は非常に印象的だったですね。そうですね。それでは今日の試合のハイライト見ていきましょう。まずは先発の岸のピッチングです。いきなり先頭バッターの川端にライト前ヒット、この後送りバントがあって2アウトまで行って4番の井出穂、ここはライトフライに打ち取って1回の失点はありませんでした。1回の裏先発は木更木、こちらも先頭バッターの浅村がこの左中間への当たり、これがいきなりのゲームの中で勢いつけましたけどね。そうですね、うまく打ちましたね。でも改めてこうやって見るとうまくいってますね。そしてその後中島が犠牲フライ、これで先制点です。いい雰囲気だったですね。ワンアウトランナー三塁、この3回の裏、まあ、この辺りからですよね。2回、3回、4回、5回、6回とずっとランナーを置いていたんですが、まあ、試合が終わってから振り返るとやはりこういった残塁が響いたと。そうですね、上野さんおっしゃったことの通りですよね。4回の表のピッチング、T 岡田セカンドゴロ、これがこの回、この試合初めての三者凡退を取った岸です。6回の表2アウトランナー3塁、これ打ち取った打球ですが後藤の当たりは内野安打、同点です。打ち取ってたんですけどね。さらに7回の表ノーアウトランナー1塁、バルディリスのところでその前にもランナー動いてエンドランがファール、2球続けて動いて今度は盗塁失敗、うん、この辺はライオンズの方に流れてたんですよね。でその通りの裏ですね、7回の裏、なんか本当にこう理想的な攻撃になってましたしね。初球をセンター前ヒット、そしてワンアウトになった後の中島のこの打球が左中間突破で一塁ランナーが帰ってきます。2対1勝ち越し。8回の表ワンアウトランナー1塁、川端のレフトフライ、これ1塁ランナーの足立なんですけども、2塁ベースを踏んでこれ2塁をした時に今度は2塁ベースを踏まずに帰ってきました。こういう結構ミスもありましたしね。アピールプレーで結局こう1回踏んで帰る時に踏まずに帰ってきましたの で、 そうです、ね、アピールプレーによりましてこれアウトになりました。岡田監督ももう文句言いようがないですよね。そうですね、しゃあないなという感じですけども。そして9回です。これが最後15球目を打ったツーベース、同点です。2対2、その後パーボールを出したところでピッチャーを変えた渡辺監督、いい球なんですけどね、まあ、今 の、 そのバルディリスのところもずっと内角を2打席からですね、あまりあそこは意地並んでなかったんじゃないかなとは思うケースなんですけどね、まあ、でもいい球ですから ね、 でしたね。あの球で打ち取りたいのは分かりますよね。そしてウィリアムスに代わって代打の梶本が、これが勝ち越しの犠牲フライです。これもまあピンチ一体ってよく打ちましたよね、梶本選手もね。そして9回の裏最後は平野が出てきました。今日の平野のピッチングも圧巻でした。いやストレートが走ってました ね、 ね、ナイスピッチングですね。秋山選手がパスにもしなかったですね。3対2でオリックスが勝ちました。